こんにちは。はい、こんにちは。御社は、どういう製品を展示しているのでしょうか。私たち会社名は埼玉エコテックベトナムと申します。はい、まだ今年から始めたばかりの新しい会社でございまして、はい、私たちの製品は、環境保護、はい、リユース、リデュース、はい、リサイクルおよび安全を守るという製品をですね、展開をしております。はい、どういうきっかけでベトナムに来られましたか。はい、ベトナムのですね、成長は、この20年30年を見てもですね、非常に目まぐるしいものがございます。他の国も考えたんですが、やはりベトナムが一番魅力的であったということでベトナムを選んでおります。御社の製品は、どんな特徴があるんでしょうか。はい、例えばですね、一つの製品としてはミラクルボーイという製品がございます。この機械はですね、油圧設備および潤滑油、これを使っていただくことによって油の交換が無交換になる、また、機械のトラブルが激減するというメリットが見出せます。また、こちらのですね、スラッジバキューマーという製品でございますが、金属、特に金属を加工しているお客様向けの、機械でございまして、汚れた液の中に入っているスラッジを、取ってあげるというクリーナーでございます。で、これをやることによってこの使われている液が長持ちをします。またお客様の作っている製品の品質が向上するということになります。あとは、こちらのガスの検知器でございまして、近年、南部北部含めてですね、ガスにまつわる事故というのが非常に増えてございます。工場の安全を守る、働いている方の安全を確保するという意味では、これから間違いなく必要になっていく製品だろうというふうに考えております。これが汚れた油です。で、汚れた油をこの機械をかけることによってどれだけきれいになるかというのをちょっと見ていただければ、はい、20秒ぐらいで終わりますので、はい、今入れますね。はい、これが汚れた油がここから入ります。で、ここを通って出てくる油を見てください。長いお客様は35年間油を無交換でございます。工場の設備のトラブルが激減いたします。オイルがきれいになるということはですね、オイルを捨てなくていいと、オイルを捨てることによって環境を壊すということにつながりますので、これからのベトナムには間違いなく必要になる機会であろうというふうに確信を持っております。はい、先ほどベトナムではですね、今年始めたばかりですけど、ベトナムではどういう計画で、発展する計画があるんですか。はい、まずは私たちはですね、今ホーチミンの方に会社を設立をいたしました。まずはホーチミンを中心としたですね、場所でですね、南部で、まずはマーケットを抑える。で、次のステップとしては、次のハノイの北の方面もですね、現在考えております。ただまずはスタートしたばかりでございますので、南部を中心としたですね、ビジネスを進めていこうというふうに考えております。はい、その通りです。で、今回ですね、商談会にご出展されるにあたって、どんなことを期待しているでしょうか。まずはですね、私たち、先ほど申し上げた通りできたばかりの会社でございます。まずは私たちの埼玉エコテック、埼玉というのをまず覚えていただいてですね、エコということで皆さん、あ、エコロジーのなんか仕事をしてるんだなということをまずは覚えていただくということで、スタートを切りたいなというふうに考えております。最後ですが、ベトナム市場に対してちょっと挨拶とか、はい、はい、一言言っていただければ。わかりました。はい、はじめまして、埼玉エコテックベトナムと申します。私どもまだできたばかりの会社ではございますが、皆様の、製造業をされているお客様向けの、環境保護のお手伝い、安全確保のお手伝い、そういったものを中心としてですね、製品展開をしております。私どもは販売をするということだけではなく、
販売をしてからがお付き合いの始まりであろうというふうに考えておりますので、アフターメンテナンス、トラブルシューティング、取り付け、等々もですね、私どもの方で担っていこうというふうに頑張っておりますので、何卒よろしくお願いいたします。ありがとうございました。